フィスト千歳。うん、バッチシ。あとはこっちで。千歳がサーバー内にあるアカウントデータです。おやおや、どこの誰ですかね。かやばか。サーバー主がハッカーを雇わず、自分で見回りか。随分仕事。雇ったハッカーなんて、僕は信用できないんですよ。おかげでこうしてマネーを狙うネズミも釣れたことですし、用心しすぎて。そりゃご立派なことだな。Isn't that a party pooper? ところで、そこにあったのは僕がメフィストさんから買ったばかりのアカウント。あれは某企業の重役たちのアカウント。ビッグマネーに代わる大事なマネーの種を盗むなんて、ちょっと許すわけにはいきませんかね。どうせ汚い金で買ったんだろう。文句を言われる筋合いはねえな。これだから子供は、これだから最近のマネーに綺麗も汚いもないのです。マネー、それすなわち可能。貧乏人が世界旅行に行くことも、病人が憎い相手を屈辱の中にひざまずかせることだって、その可能性を得るために努力して何が悪いんですかね。お前が言いたいことはわかるぜ。アカウントは手に入れた。あとはトン、俺もこいつには一発くれてやりたい気分だ。このままおとなしく帰す。盗んだ僕は愛しいな。Holy crap, mega. ついでにアカウントも買ってし。力を貸してくれ。Just met Kayaba, this shady business-looking man. Damn, he has Rapidmon Golden.You gotta sleep. Well, that tells you pretty much it. You know, just reach this guy. I'm with Ryuji as well. And his Cyberdramon. What? Ryuji.The leader of the hotties. Oh, I think this is chapter 3. Still. It's definitely taking its time. I don't know. What the hell? They keep. Alright. Go, fam.I'm just really surprised that I'm fighting against a mega. Where. Even if I had an ultimate, now that would be me grinding the hell off at this point. Alright, now we can definitely hit him with everything we got.
At least Hyperdrome 1 is an ultimate. このまま押し切れ。ということでいいんじゃないかね。いきなり聞き分けが良くなる必要はないんだぜ。こっちはそれだけはごアカウントを破壊されたら復帰するのにいくら金と手間がかかると思って、メフィストさんから買ったアカウントデータが目的なんだろう。奪ったアカウントの情報は全て破棄する。今後アカウント狩りに関わったらこのデータはすやれやれ、まさか本気で正義なんてもののためだけに言う。お前の大好きなお金様じゃ買えないものがあるってことだ。Most definitely, right? Give it a little bit of dynamic. All the other Cage games have always felt a little bit static. If it's not for the Heartless popping up or any enemies popping up everywhere, then they will feel very freaking dead. 僕が狙うのは企業や政治家のアカウントだ。お前みたいな。そいつは嘘はついていない。おい、他にアカウント狩りをしているハッカーに。さあね。だが最近はあまり噂を聞かないが、腕のいい一時期エデンのあちこちでアカウントを借りまくっていた保坂。そうだ、保坂アキラだ。保坂。これでまた一人悪党を懲らしめたな。まるで幽霊でも見たなんてな、冗談だよ。最近その服、ひょっとしてお前龍神とかのハッカーか。いや名前を知ってるだけさ。あいつらは有名だから。おいおい、仲間のくせに柔道のことも知らねえのか。柔道のことが知りーぜ、教えてって。まあ俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、俺も最近のあいつらのこと聞きたい。いや、来いよ。Let's walk and talk. オタク誰と雰囲気もそうだが、何よりデジモンプロ。へー、まだ昔と同じロートルなやり方。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い。ジュードが活動していたのは数年前のことだ。サッカーは自分たちで作った独自のツールを使った。その中でも最もリーダーの名前くらい聞いたことあんだろ。真田新っつうんだけど。ま、いいけどよ。柔道は規模もでかかったが、何より一人一人そいつらの中でナンバー2を張っていたのはお前んとこのリーダーの三島陸。
真田新っつうのは技術はあっても龍二が補佐官として奴をフォローしていたんだ。ナンバー3は今井千歳、こいつも知ってるよ。昔から人当たりが良くてでけえチームの摩擦を軽減する、軽そうに見えて人のことをよく見ているやつでさ、他にも独自のマルウェアを構築できる。つまり重度は生産性、機動力、どれをとっても。だがあいつらには真の明確なルールがあったわけじゃないが、誰一人ハッキングを あくまでも自分たちの技術を高める。アンダーゼルも、そんなあいつらだからこそ突破できたって聞いたこともねえか。エデン創世記から存在するコアスナバ、これまでのエデンに刻まれた全て、つまり事実上エデンの最高峰セキュリティの要塞、そこを落とせば柔道は慣れるはずだ。あそこで、あん、いや、なんでもねえ。ともかく柔道はそのアンダーゼロ攻略に失敗した。なあ、次はオタクが教えてくれ。チッ、またこいつかよ。邪魔してくれやがって。倒すぞ。こいつ放っておくとやべえんだ。オタク、ユーディエならちょっとは使えるんだよな。そりゃよかった。じゃあ、当てにさせてもらうぜ。大丈夫、俺に任せな。Sein Lobmann! なんとかなったな。前にもこいつに襲われたことも。スエドーって神城の研究員に言うには、この化け物、お、あちこちに現れんだな、あい
つ。相変わらず爪が甘いな。リュウジ、悪い。助かったぜ。勘違いするな。お前を助けたわけじゃ。何を油を売っているんだ。ユーゴとフェイは見つかったのか。恐れてたな。Snap. My eaters. まだこんなに嫌がったのかよ。Yugo. Hey. 危ないところだったね。怪我はないか。Yugo か。